おはようございます。ただいま、今日チカラン、ジャカルタから、東部へ3、40キロぐらい行ったところの工業団地というんでしょうか、そこで今回ですね2回、合計3日間、2カ所でバザーを行う、うちが主催というか、やろうって言ってやるのと、人様の主催のバザーに参加でございます。朝今6時26分、朝日が眩しい、割とこれ中国スカワティですねの朝でございます。横を運転するのは、皆さんご存知、シシ専務、カウィ、ニョマンカウィさんでございます。ニョマンカウィさん、はい、ニョマンカウィさんは先ほど焦っていました。私たちは、私&夫がさっきまでいたんですけれども、あんまり焦ってなかったんですけれども、カウィさんは焦っていました。何事かといえば、本来カウィは電波サールっていうね、ウブドと空港の間ぐらいの町に住んでてですね、こういう出張の時、朝早かろうが遅かろうがカウイが迎えに来てくれて空港に、送迎してくれるんですけれども、途中で車がパンク、途中でしたんですかね。そうですね、中国の間ぐらい、中国のとこら辺で車がパンクしましてですね、朝電話がかかって、5時半ぐらいに電話がかかってきて、行けないよって言って、どうしようってかかってきたもので、家からうちの車で、チュルクっていうね、これまたうちと電波さんのちょうど間ぐらいですかねのところまで、夫が、車、私がバイクで後ろを追いかけてですね、行ってさっき、合流したところでございます。よかったね。で、カウイが言うには、ちょっと朝から変な感じがしてたと、変な気持ちがしてたんです、ね、悪い夢、悪い夢で、途中でパンクをすることを予期している嫌な感じがしてたと。パンクとまだ分からんかったね。パンクと分かってたら準備してたからね。で、どうも夢が身が悪かったと、昨日夢見たブアン・アイルブサールって言ってますけどね。ブアン・アイルブサールって何ですかって言ったら、直訳すると大きい水を捨てるという意味なんですけれども、ウコですね、ウコした夢を見たら、ウコの夢を見たから、ちょっとね、なんか良くないなと思ってたらしいんですけれども、そんな、面白い朝でございましてですね、今ここのスカワティで、まあ、6時29分になりましたね、6時半ですので、まあなんびっくりするようなことがない限り、ここから大体30分ぐらいで行くんちゃうかなと思ってて、フライトが8時20分なので、全く問題ないと思っています。これが乗り遅れたら、貴重な動画になるかと思うんですけど、こんなこんなで、こんな朝でございました。ちょっと街の様子も見ましょうかね。この辺がスカワティでですね、見る人から見たらようわかるわけですね。こうなってございます。前までほらこの辺ペンジョール立ってた、向こうか、向こう、もうちょうどところ、もう終わった、多分まだあると。私ね、こんな朝早くにこう、あれやん、なんていうの、バイクに乗ることがなかなかなかったからね、最近。わかります？犬がいましたね、左に。朝早くにバイクに乗ることがなかったから、はっきり言って、すがすがしかったですよ。こんな機会でもなければ、バイクに乗られへんかったやんなと思いますので、なかなか良かったと思います。で、朝日が昇る、バリ島でございます。ではそろそろ一度終わりましょう。それではバイバーイ。